アウディの電動 SUV、Q42E トロンに、新モデルが追加されました。最大 533km の航続距離を、誇ります。二つの新モデル、欧州導入。アウディは、電動 SUV の Q42E トロンに、航続距離を拡大した、ロングレンジモデルと四輪駆動のクワトロモデルを新たに、導入した。ドイツでは、 Q4 スポーツバック40イートロンが49,500ユーロ、約640万円から、Q4 に45イートロンクアトロが59,00ユーロ、約660万円から受注を受け付けている。40イートロンは1回の充電で、最大5 3 3トルの走行が可能で、アウディの EV ラインナップの中で最長の航続距離を、 誇る最高出力 204PS の電気モーターを搭載する高輪駆動モデルだ。一方の 45E トロンクアトロは2機の電気モーターを搭載する4輪駆動モデルで最高出力 265PS 時速 0100km 加速は6.9秒。最高速度は時速 180km となっている7 7 k w ーのバッテリーを採用し、 航続距離は未確定だが412から 490km 程度と見込まれる。アウディは次のように述べている。Q42 イトロンは日常的な仕様に最適な非常に汎用性の高い車です。広々とした室内空間、高い快適性、長距離走行に適した航続距離に加えて急速充電に対応しています。 両モデルの生産はドイツのツビカー工場で行われる。